6号艇松尾貴明選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは準優勝戦を走り終えて、はい、船足の仕上がりから教えてください。そうですね、なんかいまいちっぽいですね、全体的に。あ、そうなんですね、はい、今節はいろいろと調整される姿は見られましたけれども。そうですね、まあ、整備してみたりプロペラもいろいろしたんですけど、うん、まあなんか、5日目からちょっと足落ちしてるなって感じがします。あ、そうなんですね、はい、準優勝戦に関しては、はい、どういった手応えでしたか？そうですね、まあ、本番レースはそんなに悪い感じはしなかったんですけど、スタート特訓とか展示で、あんまり良くないなっていう感じがしてたんで、なんか微妙ですね、はい、それは乗り心地も含めてっていう感じなんですかね？あ、いえ、なんか直線の伸びとか、はい、足の部分ですね、はい、まず優勝戦向けての調整というところでは何かこう考えていることありますか？はい、いや、もう結構やったんで、このまま行くと思います。はい、わかりました。明日は6号艇でのレースとなりますが、はい、コースを含めてレースイメージはいかがでしょう？はい、まあ6コースから行くと思います。はい、はい、そして最後にスタートについてです。はい、準優勝戦はコンマ09でした。はい、まあ、もう夜は全く分かんないです。あ、はい、そうなんですね。それでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いいたします。はい、全能力発揮して精一杯頑張ります。